右手、左手、右手の順に上げましょう。まず、右手の指を広げます。肘が曲がらないようにしながら、ゆっくりと上に上げましょう。上で数秒止め、ゆっくり下ろします。左手も同じで、指を広げて肘が曲がらないように上げましょう。数秒止め、ゆっくり下ろします。最後、また右手は指を広げ直し、肘が曲がらないように注意しながら上げます。長めに止めて、ゆっくりと下ろします。右側は縮んでいて下がっているので、右側を多く上げます。見てくれてありがとうございます。毎週水曜更新予定です。いいねとチャンネル登録お願いします。Being able to do back pull-ups has a lot of positives.